自分で食べるものは自分で取りたい、みかん坊やです。今回は家庭菜園で大人気のサニーレタスを今注目の水耕栽培で育ててみました。今回は2種類の容器を使っての栽培方法をご紹介しております。どちらもたくさん収穫ができました。この動画を見ればサニーレタスの水耕栽培って結構簡単でたくさん取れるし楽しそうだな、やってみたいわってなること間違いなし。番組後半には育て方で違う成長を遂げたサニーレタスの比較検証を行ってますので、ぜひ最後まで見ていってください。準備するもの、こちらはよくある1リットルのアイスクリームの容器です。で、今回のパートではこちらを使っての栽培方法を紹介していきます。これが水耕栽培にはとっても向いてるんですね。その理由は後ほどお伝えしていきます。お家になかったら買って食べるところからがスタートですね。で、続いてプラポットとスポンジです。 Amazon さんで購入しました。スポンジだけでも大丈夫ですが、ポットがあると安定します。そして今回の主役、サニーレタスの種。発芽適温15度から20度、生育適温も同じ。比較的冷涼な気候を好み、25度以上だと発芽不良、とう立ちの原因になるため、春巻きか秋巻きがベターです。収穫まではだいたい2ヶ月くらいです。室内栽培では温度管理をしてあげれば窓際でも1年中育てられます。ちなみにサニーレタスはリーフレタスの一種で、太陽光で赤くなることから日本ではサニーレタスと名付けられました。これは日本だけの和製英語らしいです。いざ種まき。続いて種まきします。その前に蓋を加工しちゃいましょう。プラカップを置いて穴を開ける位置を決めます。このサイズだと6箇所がちょうど良さそうですね。印をつけてカッターで穴を開けていきます。そういえばこのチャンネルでペットボトルとかを加工すぎて、カッターの使い方がめちゃくちゃ上手くなったんですよね。職業病みたいですよね。あといろんな容器を見ると、これ家庭菜園で使えないかなって考えちゃう変な癖が出るようになりましたね。この容器をひらめいた時はなかなか興奮しましたね。となんやかんやで加工ができました。本当はもっと奥まではめたいんですが、この辺で妥協しました。プラポットを使わない方はスポンジの大きさよりも小さめになるように加工してくださいね。力に自信がない方はマッチョの友達を呼んで加工してもらいましょう。水道水を容器に入れます。種をまく前に水を吸わせておきます。スポンジを水の中でにぎにぎするとしっかりと吸水させることができます。そうしましたら切り込みに種を挟んでいきます。この種は発芽率 80% なので、2個ずつくらい入れておけば大丈夫でしょう。2つで 160% ですからね。この後は保湿をしたいのでティッシュをかぶせておきます。こうすることで種が乾燥しにくくなります。発芽するとティッシュを突き破ってくれますが、いつも不安なので発芽しそうになったらどかしています。サニーレタスは好光性種子といって、発芽に光が必要なので、このまま窓際に置いておきます。外はまだ寒いですが室内なら大丈夫。この日は外は 5.7 度と寒いですが、そろそろ発芽しそうな予感。ティッシュを外しておきます。もうちょいですね。発芽しました。ということで無事発芽しました。発芽率は驚異の 100%。 ラッキー。ほんとこの瞬間ってクララが立った時ぐらい感動しますよね。根っこも下から出ていますね。植物は光で上か下か理解するらしいですよ。この細い根っこを大事に育てていきましょう。蓋にプラカップをはめておきましょう。ここにスポンジを設置します。ですが結構キツキツでのやつだったみたいで、力強くやると苗を傷つけそうで危なかったです。このやり方でやるときは最初からポットに入れた状態で種まきした方が良さそうですね。皆さんはお気をつけください。
それぞれの居住スペースに落ち着きましたね。今日からここがあなたたちのシェアハウスです。仲良くやってくださいね。さて、水道水とメネデールを混ぜて入れます。メネデールは名前からわかる通り目と根が出やすくなるサプリ的なやつです。ナイシトールみたいな感じですね。液体肥料を入れてもいいんですが、まだ種の栄養が残ってるのでもう少ししてから入れようかと思います。で、そしてちょうどスポンジの底の部分に合わせて水を入れたいので、マーカーなので印をつけておくといいでしょう。そしてお気づきの方もいらっしゃるかもですが、今回はアルミホイルで巻いてません。この容器が水耕栽培用になっているというのが、そもそも色がついているので遮光をする必要がないということなんです。素晴らしい、さすがトップバリュー、一生ついてきますということで、大きく育ってほしいです。頑張ってね。液体肥料を投入していきます。栽培16日目、ちょっと成長して混み合ってきましたね。幼さが消えてきたので液体肥料を与えていきたいと思います。根っこも下に伸びてきてくれました。白い根っこは健康な証拠です。液体肥料はハイポネックスを使用します。これを水耕栽培用の1000倍に薄めて使います。液体肥料が濃くなりすぎないように EC 値を測っておきます。 EC 値は1448。葉物野菜はあまり濃すぎず1000から1500くらいで育てるといいらしいです。そこまで肥料は必要ないってことですね。通常通り1000倍に薄めておけば大体の場合問題ないです。続いては酸素の石を入れておきます。これ魚を飼うときに使うようなやつなんですけど、思い切って水耕栽培に取り入れてみました。根っこも実は呼吸をしていて、水流がないと酸素切れで根腐れしてしまう原因になるみたいです。特に暖かい時期は酸素が水に溶けにくいので根腐れしやすくなります。エアレーションができない時は何もないよりかはいいでしょうということで、お守りみたいな感じで入れてます。おっと、メネデールを入れ忘れてました。まだ幼少期なので入れておきますね。なんというか実験感がすごくてめちゃめちゃ楽しいですね。メネデールは肥料と混ぜても大丈夫って書いてます。鉄分のサプリメントみたいな感じですね。液体肥料以外は結構自己満でやってるのでなくても大丈夫です。サニーレタスは窓際の光でも十分に育ちます。怒涛の成長と収穫。いつの間にか1本に間引きされたサニーレタスたち、やはり液体肥料を与えてから急にでかく成長してきましたね。勢いがあります。2日後には明らかにでかくなってます。明らかに調子こいてます。ノリに乗っちゃってますね。さらに5日もすると容器を完全にはみ出すほどに巨大化しました。ズバリ元気の秘訣は根っこにあり、この白さをキープしたいところ。もし濁ったりしてたら水を入れ替えて軽く洗ってあげれば OK です。そしてこのまま成長を続けると隣で栽培している野菜たちのご近所迷惑になるんじゃないかと思い、1回目の収穫を決意。本当は早く食べたかったっていう下心もなかったといえば嘘になります。今後も引き続き収穫するために大きい葉っぱだけを根元で切り取って収穫します。第1弾は 22g でした。また液体肥料を入れて光に当てればすぐに再生してくれます。室内と室外栽培の違い。たった1週間でこんなにアフロになりました。そして密かに育てていた2号も収穫。実はこれペットボトルで外で育てていたんですよね。この容器もたくさん収穫ができるのでおすすめです。ちょっとだけ作り方の説明をさせていただきます。まず2リットルのペットボトルを用意し、そこにセルトレイを12穴分にして組み合わせていきます。こんな感じでペンで書いてカッターで切っていく感じですね。そこにガッチャンコします。アルミホイルで遮光する必要がありますが、比較的簡単に作れます。そしてこのスポンジも100均で買ったキッチン用のスポンジを切っただけです。そこに切れ目を入れて種をまいて発芽させました。あとは液体肥料で同じように育てるだけです。ここで育った環境が違う生き別れた兄弟の対面です。
なんということでしょう。色が全く違います。環境で人は変わると言いますが、こんなに変わると違う品種なんじゃないか疑いたくなります。ピッコロの2回目の収穫は 14g と少し控えめでした。こちら松崎しげるさんも2回目の収穫です。なぜこんなに違うのか、味は食感はということで食べ比べしてみました。全然違う。食感が違う。食感が違う、食べてみ。あ、食べた。まだ俺は食べてない。なんかこっちの方がシャキシャキしてんのかな、ちょっと。あ、ほんとだ。シャキシャキしてるよね。うん、あのね、こっちの方がちょっと硬い。そう、うん、やっぱり強い光が当たるから硬くなるんだと思う。ちょっと葉が強くなるんだと思う。で、やっぱりこっちの方がちょっと苦味があるわ。そうだね、苦味があって、こっちがあんまないのね。うん、こっちは柔らかいし、全然味がマイルド。違うね。全然違うね。うん。ということでこんな結果でしたが、なぜそうなるかというと、外で育てた方が紫外線を多く浴びます。そうすると防衛反応でアントシアニンというポリフェノールの一種をたくさん生成します。これにより右の方は色が濃く、葉っぱも硬く、味も渋みが出ました。左は柔らかく、味も特有の渋みは少ない結果となりました。どちらも美味しかったですが、右はシャキッとサラダに、左はやわっと肉を巻いてサンチュにみたいな食べ方が合ってるかもねと嫁さんと話してました。あと成分としては外で育てた方がポリフェノールが多く、抗酸化作用があるので健康的というメリットがあります。皆さんもぜひ2種類やって食べ比べしてみてはいかがでしょうか。外で栽培するときはショート動画に上げてます防虫ネットの作り方を参考にしていただけると、虫知らずで作れますので、よかったら試してみてください。6日後、またこんなになっちゃっても助かりますということで、3回目の収穫は 28g と過去最高でした。このまま収穫を続けていくと茎が長くなってきて、サニレタタワーが出来上がりますが、暖かくなってくると子孫繁栄のためつぼみをつけ始めます。そうなると味も落ちてきてしまうので、ボーナスタイム終了の合図です。ただ室内栽培では温度がそこまで変化しない環境を作れますので、来年までの収穫を目標にして育てていきたいと思います。どこまでサニレタタワーを建設できるかお見せしたいところですが、この動画をいち早く皆様にお届けしたいので、今回はこの辺で終了にします。この後の結果はツイッターの方で報告いたしますので、よかったらフォローしてチェックしてくれたら興奮します。この動画が皆さんの参考になれば嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。これからビビるぐらい動画アップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また見てください。